こんにちは、ショートです。どうやらですね、何体もスライム倒してたらいいみたいなんで、まあ倒していこうかなと思います。とりあえずさっき覚えた連携技を保存しておこう。来い。あ、来えへんか。ちょっとさっきこれで3連携組んでいたと思うんで、あー、なんかランク3ぐらいまで上がってへんか。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、十分十分。これでライザで攻撃しながらエミリアとアニーの、連携技で倒していく、ちょっとそういう流れでやってみようかなと思います。いけるかな。じゃあデフォルトのやつに戻しますか。いや、ライザーが空気投げがデフォになったのはいいことやね。わーわーわー。空気投げから派生してほしいな、早いこと。こっちから行った方がいいんか。お、いいね、サクサク倒せるようになってきた。一緒か。一緒やね。お、いいやんいいやん。あとバベルスクランブルやっけ、あれだけじゃん。あといい感じじゃない、ライザさん。スワイバックは、あー、当て身投げ、そういう感じか。じゃあこれでいくか。行きますか。あ、間違えた。あ、いや、合ってるわ。DSC までなんかもうちょいな気すんねんけどな。じゃあやっていきますか。防御でいいんじゃない。これで1体ずつ確実に仕留めていこう。お、いいやんいいやん。あ、間違えた。ライザー優先させるか。え、ほんまにこれでいけんのかな。ちょっとそろそろ
危なくなってきたぞ。全体攻撃で倒せとか書いてあったけど、やっぱ無理じゃね？ダメやん、マジか、詰んだかこれは。仕方ない、あんまりやりたくないけど、烈風拳覚えるまで頑張るか。ほいよ。てか戻り方わかったから普通に開きやすい行動取るか。そうやな、確か技使った方が技ひらめきやすいはずやから、ガンガン使っていこう。なんかめっちゃ降りてきてくれるやん。ここもしかして無限湧きポイントやったりすんのかな。空気返し、それはちょっといいわ。おお、なんかめっちゃいいねここ。退却って最初から出てたな今。
なんかここ出る頃に HP300 ぐらいまでいってそうやな。なんかいいアイテム取ってたりしない？実は。おちょっと待て、知らんうちになんかすごいの持ってるやん。どうやろ、ジャイアントスイング、あ、これも覚えとかなあかんかったっけ。え？いや、こんなんはなかったような気すんな。お、強力傷薬、だいぶなんか知らん間に持ってるな。水属性、これはもし、いや、もしやなのでは。お、これ絶対そうやろ、水攻撃耐性。お、これ買ったんじゃない。こうやって整理とか、あ、できた。あ、まだ達人ではないんか。ジャイアントスイングしかもめっちゃ高いやん。戻るか一回。何でもいいからとりあえず達人にしたいな。しまった。また戻り方わからんくなって思った。エミリアの体力もなんか知らん間にライザ超えてるな。あれ、どこ行ったらいいんやったっけ。こっちか。ああ、こっちや。ちゃうわ、また迷子になってしまった。
変わってへんのよな様子。なんか後ろにおるやつも強そうやし、え衝撃の弱さやったわ。あーここやここ、あれこっち方面なんか行ったことあったっけ。あーこいつ、こいつがボスのやつなんかもあったな、そういえば。もう40ぐらい行ってんじゃん。あー技ポイントそうでもなかった。あれもう完全にタンザー探検してるだけになってるああマジか、油断してた。これあ来たところか、これそうやな、来たとこやな。よっしゃ天地2だ、嬉しいぞこれは。結構入るっしょ。よっしゃよっしゃよっしゃ、サガフロ2ではめちゃめちゃお世話になったな。お、やった、技の達人になった。そこの上なんかあるんじゃん。じゃあ行ってみるか。なんもないのか。めっちゃなんかありそうな見た目してるけど。読みが正しければな、いけるはずなんだが。
マジフェイヨンを仲間にできなかったんかな。あ、フェイヨン仲間にしてたらもしかしたらなんかあったんかな。そうかもしれんね。じゃあもう一回行ってみるか。じゃあよっ、やったー、これで技の達人や。これでおクイックセーブはこうか。あ、クイッククイック感ないな。なんか設定なんとかなんのかな。そのことを DSC まで覚えてほしいわ。よっしゃ、行くぜ。予想ではライザが妖怪系食らわんくなっているはずやから、そう、妖怪食らわんくなってんのか。一人一体倒す感じで行ってみるか。あ、ほらやっぱりいいね、いいね。チーム情報いらんよな、正直。どう？いやマジここ早抜け出したいな。
どうこれ。あ、来た。これでスライム特大を狙っていかなあかんのよな多分。あ、マジか。なんかいける気せんな。お、いいやん。お、どう。あ、マジかよ。単道単道天地二段単単形かな、なんて書いてあるんやろ。なんか勝てる未来が見えんな。効かんよな。ちょっとそれ確認しよっか。あ、やっぱ効かんのか。効かんとなるともうロケット弾しか攻撃手段がないもんな。おうおうおう。積んだんじゃないか。
この辺は？あー、効かんか、やっぱ。おいおい、やめろやめろ。あ、そうか、そうなっちゃうんか。なるほど、なるほど。これはやめるしかないな。ちょっとリセットをかけようと思います。リセットどうやんやろ。はい、戻ってきました。積んだかと思ったんですけど、なんとかですね。はい、まずこのブルーエルフ、属性耐性、水属性耐性がつく。パールハート、属性耐性、水攻撃耐性がつく。パールハート水属性耐性がつく。これでみんな水耐性武器を防具が手に入れることができて、もうしかもですね、結構育ってきて、もう HP も350超えたりとかしてきているような状態になります。まあジャイアントスマッシュ、まあこの辺はちょっとまだ微妙な感じですけど、これで敵の攻撃にはもう食らわないんですよね。なんで何度か1体ずつ倒していこうか。1体ずつ倒して、まあみんな2ずつ使っていこうか。これでだいぶ火力がね変わったんですよ。もう何も怖くない。あー、やってもた。それはあかん。平均的にダメージを与えていかないと。ちょっとじゃあ一回殺しよっか。ちょっと待って、それ倒すんじゃん。おお、それじゃあ1体ずつ蹴散らしていきますか。よしよしよし、真ん中空いたから。あ、そうなんのか。次じゃあこいつ倒すか。オッケー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 。あ、なんとかなりそうな気がしてきたぞ。よし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 、いい感じいい感じ。あ、マジか。次のターン、よしよし、分かってきた分かってきた。3体同時には危険やわ。
あれ、しまったー、ずれちゃったか、あそこ。これでいい感じになるはず。よし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 。おっしゃ、おっしゃ。これでいけんじゃない？これで触れてくれ、来い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 。積んだかと思った、マジで。やったやったやったよ、マジで。もう疲れた。お、スライム初めてのコモにしたか。やった。はい、もうめちゃめちゃ疲れましたね。なんで、やっと脱出できた。めっちゃ強なってもうた。あ、へえ、結構なんか左のアイコンが可愛らしいな。はい、じゃあちょっとまあ今回は疲れたんでここまでにしていこうかなと思います。まあ、これからもサガフロンティアやっていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。